S-70 オホートニク B ロシアの U 株、スホーイ S-70 オホートニク B スホーイ S-70 オホートニク B とは、ステルス性能を備えた、ロシアの重油株である。この機は、スホーイと、ロシア航空機製作会社ミックにより、第6世代の航空機計画として開発中である。ロシア語で、マイナス70オホートニクは、ハンターのイ、e、ハンター B とも呼ばれる。 このドローンは、ミックによって設計された、ミコヤンスキャットが基礎となっており、また、第5世代のスホイス -57 戦闘機の技術がいくらか取り込まれている。オホートニクは少なくとも2011年から開発が進められており、当時、ロシア国防省は、新型の銃無人偵察機と攻撃用ドローンの計画を主導させるために、スホイを選定した。新型のユカブは、 ミックとスホイによる共同開発となり、以前に研究されていたミコヤンスキャットユーカ計画のデータを基礎とした。作業はスホーイ参加の企業であるノボシビルスク航空機工場で行われた。書類上では、このドローンは第6世代無人航空機と特徴が述べられている。最初のモックアップは地上試験を目標とし、2014年に作られた。 ドローンの試作機は2017年7月に明らかになり、ドローンの全翼機形状の配置が示された。2018年11月、ナポ工場の滑走路において、ドローンは完全な自動制御モードでのタキシング、加速、停止という一連の試験で性能を示した。走行中、最大速度は時速 200km に達した。2019年1月18日、 第3の飛行可能なスマイナス57試作機が新しいデジタル迷彩塗装スキームをまとっているのが見つかった。この機にはオホート肉のシルエットが上面と下部にあり、また垂直尾翼にはユニークなマーキングがついた。形状からはスマイナス57のマークと共に飛行中の U 株のマーク、そして電撃の印が示されている。これは 一般的に2機の間の電子的な連携、データ共有などを示すものである。2019年1月24日、ナポ工場において、ドローンの最初の飛行可能な試作機が牽引されているのが見つかった。ロシア当局の公式発表では、スマイナス57がオホートニックのアビオニクスシステムを試験するための飛行研究機に使われることになる。2019年5月後半、 オホートニックはナッポ工場の滑走路の数メートル上を何度か飛行し、この一連の飛行試験の間に性能を示した。2019年8月3日、アフトビンスクのチカロフ国立飛行試験センターでオホートニックは初飛行を実施した。ドローンは高度600メートルでおよそ20分間飛行し、飛行場周辺に幾度か円を描いた。8月7日、 ロシア国防省は初飛行の動画を公表した。2019年9月27日、ロシア国防省はスマイナス57のそばで飛行中のオホートニクの初飛行を紹介する動画を公表した。報告では UAV は自動制御で運用されスマイナス57と相互に連絡しつつ30分以上飛行した。試験内容は 敵の対空防御の外側から長距離兵器を空中発射するため、戦闘機のレーダーと攻撃目標指示範囲を延長することである。2021年2月12日、ノボシビルスクのチカロフ航空工場で3機の追加試作が製造中であることが報告された。情報源は軍事生産施設による。第2号のモデルは第1号の試作機の回収コピーとして作る。 一方、第3号と第4号の試作機は連続的に量産する機材として同一のものである。改善点は、機上の電子通信装備システムや機体の構造要素に引き継がれる。3機の追加試作は2022年と2023年中の飛行試験に向けて準備が進められている。軍事生産施設内の情報では、一連のハンター機は 熱源やレーダー反射をさらに減らすために、標準的なフラットノズルを搭載するとも、言及している。2021年2月28日、報告によれば、オホートニックが将来の計画23,900イワンロゴフ汎用、揚陸艦に搭載され、使われる予定としている。搭載容量は、オホートニックドローン4基分であり、偵察や攻撃任務に用いられる。 オホート肉の設計は、全翼機の設計案が元であり、複合材料や電波吸収体の使用が組み込まれており、本ドローンの飛行中の低観測性を実現している。本機の重量はおよそ20トン、翼幅はおよそ20メートルである。ドローンは、サトゥールン AL-31 エフターボファンエンジンで駆動するが、これは、スホイス -27 戦闘機にも使われるエンジンである。 または、S、スマイナス 35S 戦闘機やスマイナス57試作機にも使われた改良版の AL-41F を搭載する。最初の試作機の排気ノズルが従来的なものでドローンのレーダー反射を増すものだったとはいえ、2019年の MAX でモックアップが示しているように将来の回収で排気と同様エンジンの吸気口も改善される予定である。 本機の最大速力は時速 1000km であり、並走は内部に収容されることが報告されている。スマイナス57により制御されるオホートニクは忠実な両機のように動くよう設計された。本機は R9-170 といくらか外見的な類似点を帯びる。ロシア側の技術者がイラン人の露覚した R9-170 に接触した可能性が、 あると推定されている。データは客中によるアノンライン。ありがとうございます。